この謎を解いてみろ。ちなみに佐藤さん、こちらの問題分かりましたか？時間かかりましたけど、なんとか解けました。その答えのワードについての印象とかってありますか？非常に可愛いですね。愛くるしい。この謎はあさって24日クリスマスイブの昼に明らかになります。この謎を解いてみろ。ちなみに佐藤さん、こちらの問題分かりましたか？時間かかりましたけど、なんとか解けました。その答えのワードについての印象とかってありますか？非常に可愛いですね。愛くるしい。この謎はあさって24日クリスマスイブの昼に明らかになります。この謎を解いてみろ。ちなみに佐藤さん、こちらの問題分かりましたか？時間かかりましたけど、なんとか解けました。その答えのワードについての印象とかってありますか？非常に可愛いですね。愛くるしい。この謎はあさって24日クリスマスイブの昼に明らかになります。この謎を解いてみろ。いろんなマークがあると思うんですけど、そのマークがそれぞれのひらがなに対応しているようでですね、それを入れると一つの文章が成立すると。その文章というのはこの画像を表しているようです。この謎はあさって28日の昼に明らかになります。